コーチは一切関わってはいけないのね。ノーコメントね。コーチングを受けに来る人たちは自分が成功することにものすごく興味があるわけね。成功に興味を持つことやめなさいっていうのが俺の本音なんだけど、コーチングの時は絶対その本音は言わないのね。コーチングとは逆で、俺は何が皆さんに正しいっていうのを今回言う DVD でしょ。プロのコーチだから絶対ゴールが良い悪いはコメントしない。だけど聞いてると全部ノーのゴールばっかし。俺は貧富の差がある世界は間違ってると思ってるわけね。なのにウォールストリートの去年の平均年収は650億円でしょ。円だけでどんだけ貧富の差が欲しいかというと、今の資本主義は嘘資本主義なのね。昔巨経済と言われてたところが実態なのよ。もうそろそろやめましょうかって話を。巨大なデリバティブ空間がほとんど無視されてる。わざとじゃないかなと思う。あの20世紀のショーロンとか読んでみてる。月のボーナスが100億円みたいな人がいくらでもいるわけ。ニューヨークあたり行くと。それがデリバティブの世界でさ、21世紀の経済論になった瞬間に、もうこれマネー空間は無限にあるわけね。無限の通貨があり得るわけ。マネー空間ってのはこの世じゃないんだよ。あの世なわけだ。必ずどっちかがこの世から消えないといけないわけだ。経済学者の頭の中で見てみたいんだけど、皆さん見た方がいいじゃん。開けて彼らがさ見ようとしてる、あまりに基本的な原理がある。何が経済学の一番基本から抜けてると思う？分かった人は手を挙げて、これ答え言おうか。それは別独立国を作ったとしたら、そこの通貨は最初からそれにする？